じゃあ引き続きこのメンバーで何曲か聴いてください。
本日で、一旦あのねベイビアガーデンは、終了ということで、またちょっと時間が空いて、開催されるということなんですけど、昨年のね5月ゴールデンウィークからあのベイズという形でこう参加させていただきましてですね、本当にあの毎回このユニフォーム着て、今年はねあのスターナイトのユニフォームいただいたのでこれ着てますけど、やらせていただいております。初めてベイズ見るって方どれくらいいらっしゃいますか。まあ、手挙げないですよね。 ありがとうございますありがとうございます。ぜひあのベイズという名前を、ベイスターズとベイスターズからいただいたベイズという名前を覚えていただきたいなと思います。何の得もないですけどね、覚えてるけどね。いやいや、ありますありますきっとあります。じゃあ今日は涼しくて夏っぽくないですけど、まだ夏は終わらないぞということで、この曲をお送りしたいと思います。ゆずで夏色を聴いてください。過ごしていく何もかも
ちょっと降ってきましたね。ちょっとこの雨を吹き飛ばすような曲をお願いしますよ、近藤さん。ベイズはですね、皆さんが知ってる曲を、選曲して、お送りしていますが、実はですね、私は個人的に、今年、横浜ベイスターズの、チアのディアーナの曲を作らせていただいたりとか、DB ライダーってね、この後現れるのでしょうか、DB ライダーっていうその新しいキャラクターのテーマソングを作らせていただいたりとか、してましてですね、今日はね、最終日なので、この後本物のディアーナ出てきて演奏してくれますが、ちょっとアコースティックバージョンでその2曲をお送りしたいと思います。僕の声より大きい声ですね。マイク通さなくてもいいぐらい、素晴らしい、素晴らしいです。本当ここね、みんな美味しいので、ぜひ少しずつ少しずつ食べてください本当に。ありがとうございます。じゃあまず、ディアーナの、今年のテーマソングでしょうか、Always Full Swing という、聞いたことある人ありますよね、ありますよね。ちょっとアコースティックバージョンで男で熱苦しい歌になりますが、どうなることやら、じゃあDNA ベイスターズ行きましょう。Always Fussing。なんか聞いたことあるでしょ。DNA ベイスターズ、 DNA ベイスターズって掛け声があるんですね。オッケーです、オッケーです。皆さん覚えましょう。簡単なフレーズなので、僕が一番恥ずかしいです。いきますよ。
最後にちょっと共演したかったのに全然出てきてくれなかったな。この後楽しみにしててください。じゃあ、最後の曲となります。DB ライダーどっかで、まだ会えるんでしょうか。じゃあ DB ライダーのテーマシャイニングスター、最後聴いてください。今日はどうもありがとうございました。
発生、パーカッション小林秀樹、それからボーカル近藤薫でした。ありがとうございました。天使でした。また会いましょう。ベースの皆さん、ありがとうございました。去年に引き続き今年もたくさんのステージをこのベイビアガーデンで見せてくださいました。どうぞ3名最後にさあ今年も近藤さん、ベイズとしてハマスタベイビアガーデンを盛り上げてくださいと言われて、はい、どんな気持ちで今年はステージに立ってくださいましたか？いやいや、もうこれベイスターと一緒に戦おうと思ってですね、音楽やらせていただきました。でも昨年よりなんか拍手や歓声も多くて本当に毎回楽しくやらせていただきました。ありがとうございました。そしてパーカッションの小林秀樹さん、ありがとうございました。今日もたくさんの方が来てくださいました。いかがですか？なんかもう最後の最後に雨っていうね。僕一回もこうベイスターとベイズで立って今年当たんなかったですよ。あら、晴れ男だったのに。そう、まあ、このなんかベイズらしいというか、ね、いやいやでも今日はもっと降る予定だったんですか？それがね、これで済んだってことは、まあ、ベイズのおかげと言ってもいいぐらい、ね、ベイスターズにね、このまま勢いをこう持ててもらって勝利を収めてほしいですね、今日も。はい、ありがとうございました。そしてハッセさん、ベイビアガーデンの感想お願いします。はい、ありがとうございます。すごい楽しいですね。はい、無理して喋んなくて大丈夫です、はい、どんな感じですか？では今日来てくださった皆さんに、近藤さん最後に皆さんに一言お願いします。いや、本当にこの即席、バンドの音楽に、耳を傾けていただきありがとうございました。なんか本当に毎回ね、皆さんほどあれかもしれないですけど、毎回ここに来るたびにベイスターズが好きになってですね、試合結果が気になったりとか、選手の情報を調べちゃったりとか、している自分がおります。来年は皆さんより多分詳しくなっていると思います。はい、ぜひ楽しみに期待しててください。ありがとうございました。ありがとうございました。